What's up everybody? ジョースです。ということで、今どこにいるかというと、じゃじゃーん、結構都会にいると思うんやけど、ここがね、実は俺が一度昔訪れた世界でも最悪の殺人率を誇る最強都市ベネズエラ、カラカスに来ております。ということでね、今日はちょっとカラカスのこの様子を、2回目のこのカラカスって珍しいと思うんやけど、今回はね、前回来たのがもう4年前ぐらいなので、ちょっと今のカラカスの様子で、前回はちょっと怖いとこだけ行ったんで、実はね、その怖いとこだけじゃなくて別の場所もあるんだよというのも含めてね、今のカラカスの現状をお届けできたらなと思うので、楽しみにしておいてください。それじゃあ今日の動画もあらっ、今どこにいるかというと、ちょうどね、治安の悪いあたりに来ました。ここがね、前カラカスに来た時に本当にやばかった地域ということで、ここからはちょっとね、この普通のカメラ使うとめちゃくちゃ目つけられて危ないんで、ちょっとスパイカメラと携帯を使いながら、前進んだところあたりに進みたいと思いますので、早速安全注意しながら行ってみたいと思います。おっと、写真撮ろうぜって。OK、vamos a ver。あ、no, que lo tengo volteado。Ahí sí vamos a salir。Ah, ya。Ahí sí。Este pana japonés。Japonés。No, vamos a ponerlo aquí。Este pana japonés me lo acabo de encontrar en el metro。Muy bien。En una rumba de casa de Zaira。ありがとう。Dile una vaina ahí en japonés a mi hijo Alejandro。Él va para Japón en estos días。Ah, ありがとう。Pero dile otra vaina。Él va para una vaina él hace kempo。長いな。Gracias, hey. Okay. はい、Great. カラカスはね、もう世界でも一番殺人事件の多い都市として、まあ、一時期はね、もう世界1位をずっとキープしてたぐらいやばいところで、分かりやすく言うとね、まあ、殺人事件っていうのが1年でね、このカラカス首都で2200人ぐらい起きたらしくて、でベネズエラ国内でも2万件を超えていて、これってね、なんと日本のね220倍とかって言われてるよね。後ろにも警察がおります。なんでこの辺はちょっと安全。強盗事件っていうのはカラカスだけでも1万件以上発生してたって言われていて、これって東京のなんと500倍って言われてます。やばい。基本的にはね、約 90% がなんと拳銃とか、まあ、そういったね凶器を使った強盗事件ってことで超危ない。結構ね、空港の駐車場とかのタクシーとかに乗って安心したと思ったら、変な場所に連れてかれてね、拳銃で脅されて身ぐるみ剥がされたとか、殺されたとか、そういう事件も勃発してるんよね。でこれ1日平均で割ると6、7人がね1日で殺されてるっていう、意味わからんよな。今俺が歩いちゃうこのカラカスだけでそれぐらい殺されてたっていうね。ちょっと今は若干治安改善したのかもしれないけど、それでもやばいよね。警察がおる。めちゃめちゃ抜き打ちチェックされてたな。前言ってためちゃくちゃ危ない地域に近づいております。やばいね、雰囲気が変わってきた。全く同じあたりに来たね。ああ懐かしいわ。ここ前泊まったホテルも近くにある。
あれや、あれが前泊まったホテル。懐かしいね。この辺でお酒も飲ましてもらったよね。店探しとんやけど変わったんかな。ちょっと同じ人に会いたかったんやけど、動画見せながら。全然あの飲み屋がない、こういう。でこの後ろが、ここが前泊まったところ。ここであの石鹸の中にね、アメリカドルを詰めて行ったよね。そのドル奪われるからめっちゃいろんなところに隠した。こういうところに隠した。この中に入ってるから見て、この中に入ってるから。なんでかっていうと、陸路で来ると警察がね、ギャングみたいな感じなんで、アメリカ人を奪ってくるんよね。なので隠し持って入国するっていうね。でこの近くで闇両替っていうのもして、ここはねエクスチェンジカウンターでもなんでもなくて売店やん。これ全部で1250。すっげえくね、これ。ボリバル、このベネズエラ の通貨がね、もう暴落してスーパーインフレとかになってね、とんでもないことになったんで、この市内でねアメリカドルを交換するとめちゃくちゃ価値が高くなったよね。だから逆に儲かるみたいな感じだったんで、ここで両替して大量のサッサボゲットしたよね。はい、動画の途中やけど、世界中旅してる中で日々気をつけてることを紹介したいと思います。海外のお店とかカフェのねフリー Wi-Fi 使いながら、やっぱり Google マップとか、あと一番はこうネットでやっぱ情報検索で、もちろん日本にいても空港とかホテル、それからカフェ、たくさんのねフリー Wi-Fi があると思う。まあ、結構俺ら夫婦はね注意して使うようにしてます。なぜかやっぱりね、暗号化されてない公共の Wi-Fi とかフリーの Wi-Fi、 これを接続することによって、もう最近本当にね口座の情報とか、あとパスワードといったまあ個人情報、これがねなんと同じ Wi-Fi につないでる、まあ、悪意なる第三者によって個人情報とか、そういった貴重な情報がね盗まれる危険性があるっていうのはみんな知っちゃうかな。でこれがね今の技術やと簡単にできてしまうっていうのが怖いよね。だから俺はこのサーフシャークさんのね VPN 使って個人情報っていうのは特に気をつけて守ってる。このアクセスのトラフィックっていうのを 100% ちょっと暗号化するんで、この情報の漏洩から守ってくれますよと。自分が使う回線のロケーションっていうのを変更することができるんで、なんとね Netflix とか Hulu とか、そういった動画配信サイト、これがなんと見れるようになります。視聴できるコンテンツっていうのは変わるんよね。まあ、使い方めちゃくちゃ簡単。こういう感じでアプリ開いて、まあ、国を選択して接続する、それだけ。あっという間につながるし、接続も早いし、旅が快適になった時代の一方ね、やっぱりそういったサイバーセキュリティの危険性っていうのもあるので、日本でも海外でも自分のね個人情報を守っていくことをお勧めします。この動画見てくださってる方限定にね、このプロモコードを入力すると3ヶ月分無料追加が可能です。このサーフシャークの VPN があれば安心、ぜひ一度使ってみてください。では動画の続きどうぞ。懐かしいな、暑いな、相変わらず。お風呂や。確かに治安が悪そうやけど、なんか前来た時よりはちょっと落ち着いてるかもしれない。人の感じとかもそんなにめちゃくちゃ睨んでくる感じはしないね。時間帯なんか午前中からか、すごいまあ落ち着いた感じではあるよね。まあ、建物とかはね、ちょっと相変わらず結構古いね建物が多いとか、古い建物が多いし、こうやってね、落書きも半端じゃなく多いんだけど、まあ、人の感じはそんなになんか前に比べたら本当に落ち着いてる気はするね。でこの車完全に窓がない。完全にここ来たな。中央市場みたいなとこがある。かなり汚い、この辺は。
前通ったけど、なんか活気のある通りみたいな感じに変わってるな。目つきがなんか全然違う。前はなんか完全に部外者みたいな目ですごいみんなに見つめられたけど、今はそんなことないかと。完全に、なんだこれ、何が起きとんやここは。そこでゴミを拾ってる。この辺はすごいな、ゴミが。今そこの川でなんかゴミ拾いみたいなしてる人いたな。めちゃめちゃ不衛生なのにな。すごいな、ここ。ここのスーパー、この後ろにあるスーパーも昔行ったな、ここ。ここのガソスター、この後ろのガソスタで朝飯も食べた記憶があるな。ごめん、ちょっと場所がまた変わったんやけど、治安に関して大事な情報。2023年の末ぐらいの時点で外務省がね発表する危険レベルの2に達してるということで、不要不急のね渡航はちょっと控えてくださいと。で、実はね2023年末の犯罪件数とか殺人件数でいうとめちゃくちゃグッとさっきの情報より下がってるよね。例えば2016年で30万件近い犯罪件数あったのが、次の年27万、2018年が18万、19年が14万、で2020年が9万6千、で21年、22年がもう9万4千ぐらいまで下がってると。なので前世紀に比べるとね、もう4分の1ぐらいね下がっていいことなんやけど、まあ、ちょっとからくりがあって、なんと国外へね逃亡する避難民っていうのがめっちゃ増えていて、まあ、俺が別の動画でも紹介した通り、やっぱり国のね情勢とかスーパーインフレとか、このまま国にいても危ないっていうことで結構亡命する人がめっちゃ増えていて、まあ、それがね結構メキシコに集まったりアメリカの国境にね入ろうとしたりしてちょっと問題になってるんやけど、まあ、それでそもそもの国内人口がめっちゃ減っていて、あとは紙幣のね流通不足が起きていて、まあ、犯行のねそもそも対象となるね人とか物がめっちゃ減少してるらしい。だから件数自体は減ってるんやけど、ターゲットになる人自体もめちゃめちゃ減ってるっていう、めっちゃ怖い。で、結構俺が世界中でね使う犯罪件数見るサイトがあって、ヌンベロっていうのがあるんやけど、ここがね今最新の2022年度版の危ない都市ランキングみたいのを発表していて、それのね、なんと1位がこのカラカス。やばいよね、ここ綺麗なところやけど、100がマックスね、もう生きていけないレベルだとしたら84点っていうのを叩き出していて、でいわゆるめっちゃ危ないって言われてるあの南アフリカのヨハネスブルグ、ここも世界で最悪って言われてるんやけど、ここがなんと5位で80点、で2位が南アフリカ、これもプレトリアっていう地区 で3位がパプアニューギニアのポートモレスビーと。あと南アフリカ3都市入ってるよね、あとダーバンっていうところも入ってる。だから依然としてね、このカラカスはマジで世界で一番危ないと言っても過言ではないということだよね。ここ懐かしい。基本どこの店も全部鉄格子やもんね。鉄格子じゃないとこがないぐらい、ここも全部鉄格子。学校がすごいこの鉄で覆われとる。ようやく安全なこの中心地に戻ってきました。実はねこっちの中心地でも、朝ごはん食べたりとか、気持ちのいいここのね中心地で安全な感じで生活パッとしてるんで、その様子はこんな感じ。
ベネズエラカラカスの朝でございます。まあ、この辺はね高級ホテルとかもある周辺なんでそこまでめちゃくちゃやばいってことはないけど、それでもね若干結構雰囲気がある。バスいかついな。この辺はかなり綺麗な、スーツの人もいるからな。すごい出勤かな、めっちゃ人おる。めっちゃ出勤時間っぽいな。やばくないこれ、出勤でバスの行列ができとる。うわすっごいんやけど、いっぱいいっぱいや、すごい行列、道沿いがやばいね。荒々しいな、ここはバス停やね。あっちに地下鉄もあるよね。この辺はすごいな、やっぱり都市部なんでみんな少しきれいめな格好でめちゃくちゃ通勤ラッシュみたいになってる。ここ安全そうやね、ちょっとね。でもやっぱりこう携帯を見ながら歩いてるみたいなめっちゃ少ないね。ながらみたいのがちょっと危ないんかもしれんな。誰も携帯触ってないけど歩きながら。ほら。めっちゃ都会なところ、カラカスで。この通りは本当に都会やな。未だに誰も携帯を触っていない。おしゃれなカフェがある、行ってみようかな。朝ごはんを食べましょう。いや朝食を食べに来た。すごいおしゃれじゃない。これなんかホテルがね併設してるカフェらしいのでめっちゃおしゃれで、店員さんもねめっちゃ親切やった。ちょっとね女性の人は英語は喋れんかったんやけど、途中でね男性も来て英語が喋れる人来てめちゃくちゃ笑顔でね超親切に教えてくれて、ここで朝飯を食う。ちょっとベネズエラっぽい朝食のセットとコーヒー。すごいよね、でも結構これ後ろだけ見るとみんなのイメージするベネズエラではないよね。とかまあ前俺が来た時のあのベネズエラの様子な感じではないよね。こっちは本当に都会。アイスコーヒー作ってもらいました。結構こういうところではアイスコーヒーなかったりするんでね、わざわざ作ってくれた、ありがたい。ベネズエラのこっちの都市部に来たら綺麗めな女性が多くて、さすがなんかミスユニバースのイメージやけど、うまコーヒー。 Gracias。 おー美味しそう。アレパ、アレパ、アレパ、オッケー、 Gracias。すげえ美味しそう。これがねベネズエラ朝食ということで、うわー美味しそう。これがねパンアレパっていうやつでね、あとは黒豆と肉かなとチーズかなと卵。いただきます。うん美味しい。熱々熱っ。牛肉をこうちょっと甘い感じで炒めてて、全然日本人でも美味しいと感じる系の炒め物。卵もすごいプルプル。ちょっと熱いけど、あやばい溶けるけど、バターがハートかわいい。このバターとかもあれするんか、アレパにつけるんかな。アレパはトウモロコシで揚げてるんやったっけな。めっちゃ美味しいやん。こんな綺麗なご飯なんでね、安くないのよ。これでなんと10ドルなので1500円ぐらい。これも多分600円ぐらいするよ。いやーでも朝からいいもん食った。うまいやん。全然イメージと違う。めちゃくちゃご飯もうまいし、この俺豆があんま好きじゃないんやけど、この豆もめっちゃ美味しいんやけど、めっちゃうまい。イメージと全然違うね。14.88 OK キャンセル、OK。
なかなかね、英語以外通じないんで。ああ、こんにちは。あ、だ、ピン？あ、オッケー。インバリ？やば、じゃあ、マミヘフ。じゃあ、マミ？マミヘフ。ヘフ？あ、はい、ゲーム。あ、イングリッシュ。あ、いや、イングリッシュです。あ、OK、すごい一生懸命説明してくれるけど、なかなか英語が全く通じなくて、双方コミュニケーションが取りにくくて、でもすごい一生懸命伝えようとしてくれる女性も優しい子、彼が英語喋れる。コードナンバー The pin number? Invalid? Okay, invalid. Let's try it in another device, okay? Ah, okay, sorry, thank you. Keep this with you. Okay, okay?すごい、こういう露店も美味しそうな、南米っぽいね、ああいう露店でなんかサンドイッチみたいなの売ってるな。でちょっと困ったことが起きたのは、カードがねこの辺まあ結構使えるっていう情報を見てたんで、カード使おうと思ったらね、なんかこうレジデンスナンバーみたいなのが最初決済するときに入れないといけなくて、まあ、それ俺らはもちろん持ってないんで、なんか決済が何回もね失敗してキャッシュで払う方が早いなってなったんやけど、よい陽気の人多いよね。で結局カードがなかなか使えなくて、アメリカンエクスプレスもビザもね、ホテルは行けたんやけど、でそれを登録したらいけるらしいんやけど、結局ねちょっとキャッシュを用意する必要があるってことで、アメリカドルが使えるんでね、こっちは、まあまあ持ってきてたんやけど、結構移動とかで使ってたんで、あんまりもう手持ちがなくて両替するところに行きました。で普通海外やったらね、この道端の ATM とか銀行とか行けば ATM とかあるんやけど、結構ベネズエラはやっぱりねそういう場所が少なくて、多分セキュリティの感じで、で今ちょっと正式な銀行に行って、下ろす手続きをしてきた。でこれ後ろ見えちゃう通り、めっちゃ都会よね、すごい栄えとる。ここはこの辺が繁華街みたい、すごい人。うわ、ショッピングストリートやな、不思議な植栽やな。なんか綺麗になってきますな。偽物のミッキーマウスで俺な、完全に偽物だ。でも本当になんかみんなデートとかで来てるようなおしゃれなところなんやろね。はい、ということで、まあね、もちろんベネズエラカラカス最大の注意を払わないとめちゃくちゃ危ない都市なんで、まあ俺の口からね、前より安全になったっていうのはもう情の上危険やったのが上の中になったみたいな話なんで、ごめん、なんか感覚が俺ちょっとまひってるんでね、こうファベーラとかなんかいろんなとこ行きすぎてちょっと頭おかしくなってるんで、ちょっと俺の話はあんま信用しないように。カラカスの街はね本当に未だに殺人件数が多すぎてね、超危ない都市なので、ベネズエラ来る人はだいたいエンジェルフォールとかギアナ高地とか、まあ、そういうところに観光地行くはずなので、まあ、カラカスはあくまで多分乗り換えるだけで、街に出ることほとんどないと思うよね。なんか特別な会議とかないぐらい、まあ、そんな感じの場所なのでね。あ、これだ、これが一番有名な、これエンジェルフォールですね。こう滝が高すぎて滝壺がないみたいなとこなんやけど、ぜひね、まあ、ちょっとカラカスのこの街は俺の動画でそんな感じなんやというのだけを感覚を楽しんでもらえたらなと。ベネズエラのイメージが変わるようなね動画とかもいろいろあるので、ぜひ見てみてください。じゃあ、概要欄に俺たちのアパレルブランド、いろんな情報載せてるので、ぜひぜひ概要欄も見てください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。See ya! バイバーイ。